こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は仕事ができる人の書類データ整理術というテーマについて、中谷明弘さん著、なぜあの人は整理整頓がうまいのかをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、書類などの探し物をすぐに見つけられる整理整頓の方法について学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、物が多すぎてデスクが圧迫されてしまっている、探し物に時間を取られてしまい仕事がはかどらない、もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、物を探すのに時間がかからなくなり、より仕事の効率と確実性を高めることができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、仕事に整理整頓が組み込まれていることです。もしも仕事中、何々の資料はどこ？と言われた時、あなたはすぐに取り出して渡せますか？また企画を考えなきゃいけないのに、必要な資料探しの時間の方が長く手間取ってしまうことはありませんか？当たり前ですが、書類の山を崩しながら慌てて探している人よりも、すぐに資料を手渡せる人の方が仕事ができると認識されますし、探し物に時間を取られて重要なことに時間が使えなくなってしまうのはとても効率が悪いです。日々の小さな探し物の時間も積もれば大きな差となって、仕事上の効率や上司同僚からの信頼の差を生むことは明らかです。忙しいビジネスライフの中で、改めて整理整頓のために一日を割くのはとても難しいですが、だからこそ仕事の中に整理整頓の習慣を組み込むことが大切です。ここでは本書で紹介されている63の方法の中から、仕事の中に整理整頓を習慣づける方法についてポイントを3つに絞ってみました。あらゆるものに日付を入れる、捨てる整理、戻す整頓、常に整理整頓の風を通そう。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。あらゆるものに日付を入れる。まずはじめに、あらゆるものに日付を入れるについて解説していきます。何度も練り直し、上司や同僚の意見を取り入れ、ブラッシュアップさせた大切な企画、そのような企画を提案する大切な場面で、間違って修正前の企画書を持ってきてしまったという恐ろしいトラブルを想像してみてください。なぜこのようなミスが起こってしまうかというと、企画書を作り直せば直すほど、その分古い企画書が生まれ、何度も修正を繰り返す中で、最新の企画書と古い企画書の区別がつかなくなってしまったからです。身の回りを整理できていない人ほど、このようなミスを犯してしまう可能性が高いと言えます。このような恐ろしいトラブルを回避するためにも、最新版以外の資料は破棄してしまいましょう。古い資料を残しておいてもメリットはありません。そのためにも、データを作成したらファイル名にその日の日付を入れることが大切です。特にチームで仕事を進めていると、たくさんの修正が入り、古い資料がたくさん生まれます。日付を記すことで、どのデータが最新なのか、誰が見ても一目でわかるようになるでしょう。似たような企画書や資料が2つある場合には、最後に編集した日付を入れます。同じ日に資料の内容を更新した場合は、日付の後にナンバリングすること。例えば、10月14日の2とファイル名を変更します。10月14日と10月14日の2という2つのファイルがあったら、10月14日の古い資料は捨ててしまいましょう。このように資料やデータを管理することで、常に身の回りを最新のデータで整えることができ、必要な資料を探す無駄な時間を削減できます。また、古いデータを処分することで、パソコンの中やデスクの上をスッキリとさせることができます。何より、修正前の古い企画書を提出してしまうという恐ろしいリスクを回避できます。あらゆるデータに日付を入れて、書類管理をする癖をつけられるといいですね。捨てる整理、戻す整頓。続いて、捨てる整理、戻す整頓について解説していきます。整理整頓というと、今あるものを全て美しく収納する、整えるという印象があるかもしれません。著者の中谷さんは、整理とは捨てることであり、整頓は元に戻すことだと解説しています。中谷さんがおすすめする整理術はとてもシンプルです。
ズバリ、物の中身を見ないで捨てるという大胆なものです。それでは、整理と整頓の仕方をそれぞれ詳しく見ていきましょう。整理、物を捨てていらないものを持ちすぎている状況から脱出することが整理であり、物を捨てられない人は整理することができません。中谷さんは、使わない不要なものは中身を見ないで捨てることを提案しています。例えば、1年間使っていない段ボール箱の中に書類があるとします。その資料はいつ使うのでしょうか？もしかすると、一生出番がない資料なのかもしれません。長らく使っていないものは、いつまで置いておくのか期限を決めましょう。そして、期限が過ぎたら中身を確認しないで、思い切って処分してしまうのです。中身を見ないで捨てるというのは大胆で勇気のいる行動かもしれませんが、効率的な整理の方法です。整頓。整理ができたら次は整頓です。頻繁に使うものには置き場所を決めておき、使ったら決められた置き場所に戻す習慣をつけましょう。最近は会社で物を減らすために一つのものを複数人で共有するのが主流になっています。この時、使ったら戻すことを忘れないようにしましょう。決められた位置に戻していないと次に使う人が困ってしまうからです。そして仕事での信頼もなくしかねないので要注意です。使ったら元に戻すという習慣は必須とも言えるでしょう。常に整理整頓の風を通そう。最後に常に整理整頓の風を通そうについて解説していきます。整理整頓では物の置き場所を決めておくことが大切です。しかし、ずっと同じ場所に同じものを置き続けるのは、賢い整理整頓とは言えません。何を収納するのか、どこにどれだけの量を保管すべきかなど、日々見直すことも重要になります。生活に合わせて、空間には常に整理整頓の風を通しましょう。整理整頓の風を通すためには、定期的な整理整頓に加えて、日々の整理整頓が必要です。定期的に行う整理整頓には、気持ちを高めて空間もすっきり整えられるという大きなメリットがあります。しかし整理整頓するときになって必要なものとそうでないものを分別するのでは時間がかかってしまいますよね。整理整頓を効率よく行うためにも日々の生活の中で不要なものをリストアップしておきましょう。そうすることでいざ整理整頓するとなったときスムーズに物を処分できるのです。大切なのは常に物が動いて空間を更新し続けること。それが整理整頓の風を通すということなのです。必要なものだけに囲まれている空間であれば、不要なものの中から探し物に苦戦する心配もなく、仕事がスムーズに進み、良い運気をもたらしてくれる源にもなるでしょう。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、日付で物を管理し、古いものや不要なものは思い切って処分するということ。そして物の置き場所や置くものを見直し、常に整理整頓の風を通すということでした。物を捨てる時のアドバイスとして捨てるテーマを決めましょう。テーマがなければ何を大切にして何を手放すべきかという判断基準が持てません。自分自身のやりたいことが決まっていれば必要でないものを捨てるのも苦ではありませんよね。物を捨てて整頓することの効果は、探し物の時間を減らすということだけではありません。自分にとって大切なものと無駄なものが目に見えて分かってくるのです。著者の中谷さんは、このことを引き算の美学だと語っています。不要なものを引き算していった結果、自分が大切にするやりたいことにたどり着けるはずです。整理整頓が上手であれば、やりたい仕事で活躍するための近道が自然と見えてくるかもしれませんね。以上で仕事ができる人の書類データ整理術の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け掃除家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。